早くも会場を包む熱気を感じます。いよいよ始まる一戦に期待は高まるばかり。全日本対イングランド、ここスタークラウンスタジアムのサブグラウンドは沸き返っています。闘志をみなぎらせる選手たち、その熱気がこちらまで伝わってきます。センターラインを挟んで両チームにらみ合い、開始の笛を待ちきれないといった様子。ここで両チームのスターティングメンバーをご紹介しましょう。まずはホームサイド、全日本。攻守にバランスの取れたフォーメーション、我らがキャプテン翼くんを筆頭におなじみのメンバーが揃っています。熱きチームスピリットと勝利への執念はどのチームにも負けません。そしてアウェーサイド、イングランド。4人で中盤を構成する形になっています。キャプテンのロブソン君を中心とした堅い守りから速攻を仕掛けます。サッカーの母国らしい基本に忠実なサッカーを見せる好チームです。さあ今始まろうとしています。はい、3年ぶりの美咲君とのプレー、久々のこの緊張感、チャンスを作れるか。行くよ美咲君。うん、翼君ここで止めた。センターラインを越えて攻め込む。それあとドリブルを見送る。全日本、これは戦い方を変えてきたようです。この作戦主義が功を奏するか。鋭いスライディング、よし奪い返した。ここはパスを出した。ドリブルでボールを運ぶ。さあリー君、どうだ、横にかわして突破。美咲君、ここは抜かせません。渾身のパックを味方に送る。もらったよ。軽やかに待った。それ上から抜いた。それ軽やかに待った。フィールドを一筋の天気に投げる。ロビンソン君、このシュートに反応している。アダムズ君、これこれ球をキープ。あっと奪い返した。ヒューガさん、ここからセンタリング。ヒューガ君、センタリングに合わせる。これはキャッチできない。パスを受けた。カーディニー君、ボールダッシュ成功。翼君、ここは抜かせません。キャッチが決まった。ドリブルを見送る。カーリー君、どうだ、ここは抜かせません。もらったぞ。横にコース、ハーリー君、ここだ、敵陣を切り裂く。こちら、このタックルは不発に終わります。そら、ハーリー君、ここは抜かせません。サーブを出します。激しいタックル。あっという間に前半の15分が経過。そこから流れをつかむのはどちらのチームか。ここでタイガーショット。真正面からシュートを受け止めた。パントキックで大きく蹴り出した。翼くん、ここで奪った。チャージが決まった。かわして振り切った。イングランド、ここで持ち前のパワフルなサッカーが炸裂するのか。マサくん、ここは抜かせません。センターラインを越えて攻め込む。軽やかに待った。どうだ、よし、鋭いスライディング。激しいタックル。これでに走るダンプカーだ。ヒューガさん、よし、おカットアウトだ。ヒューガ君、ヒューガまで持ち込んだ。これがタイガー。オリアンソン君、よく見たゴール隅に突き刺さった。このためにグラウンドに立っているんだ。ここで先制となるゴールを決めた。ヒューガさん、よし、勝つためだ。これがタイガー。オリアン、翼くん、ボールを奪うことができません。ディーン君、力をためて
君、ここは身を挺して止めに行く。体で防いだ。ここはパスを出した。マサオ君、パスを回す。もらった。胸から抜いた。なんと奪い返した。パスを出します。さあかわした。ドーム君、激しいタックル。ドームに走るダンプカーだ。なんという破壊力だ。よっしゃ、まさに走るダンプカーだ。これはごぼう抜きだ。自動艦隊必殺のシュートを投げた。ロボット君、ゴール正面でこのシュートを迎え撃つ。ジトー君、これをトラップ。このクロスは通るか。ヒューラー、クロスに降りていく。あっと、これを弾いた。時計はすでに30分を示しています。前半も残すところはあとわずか。ヒューガ君、ここは抜かせません。ジトー、ヒューガ君、ロングボールを取る。ジトー君、ここから打ってきた。ゴールキックから再開です。大きくパス。やった。な、何？もらった。抜かせません。いや、センターラインを越えて攻め込む。それ、そこだ。上から抜いた。ここでタイガーショット。タイガーショット。それ。真正面からシュートを受け止めた。あっと。みんな、いいぞ。攻撃にも守備にもリズムが出てきた。後半もこの調子で行くんだ。はい。やったね、美咲くん。俺たちのコンビプレイは世界にも通用したよ。うん。けど3年のブランクもあって、試合でこんなにうまくいくとは正直思ってなかったよ。さすがだぜ、2人とも。イングランドのやつら面食らってやがったぜ。もう南葛ゴールデンコンビじゃなくて、全日本、いやワールドゴールデンコンビだな。ずいぶん安直なネーミングだな。うるせえ。タケシ、俺たちも負けてられん。二人で得点するぞ。はい、ヒューガさん。翼と美咲のコンビプレーが通用したことでチーム全体の雰囲気が良くなったな。やはり美杉の見立て通り、この作戦は成功したか。松山がディフェンダーに下がったことでディフェンスラインもよく機能している。あとは彼がどこまでできるかが鍵か。くそ、まさか日本にこれほど苦戦させられるとは。俺たちの慢心か。いや、日本の実力が想像以上なんだ。特にあの10番と11番、日本にあれほど素早いパスワークがあるとは。アメリカやドイツとの試合の時、あんな選手は見当たらなかった。そのせいで中盤は完全に支配されてしまっている。しかしプレマッチとはいえ、我々も負けてられん。みんな、試合時間はまだ半分残っている。サッカーの母国の誇りにかけて、後半はこちらもチーム一丸で巻き返そう。ああ、さあ注目の後半戦。おらおら、ハーリー君、それ、このボールをコントロール。ジョエル君、ここで奪った。ドリブルで突破。チャージが決まった。いや、変わった。よし、セナール君、ここは抜かせません。行くぞ。ハーリー君、横にかわして突破。チャージが決まった。まさに走るダンパーだ。上から抜いた。これでバカが決まった。シュートまで持ち込めるか。タイガーショット。先行がかける。まさにニュース。やったよ。期待にたがわぬ活躍です。これでバカな。タイガーショット。いけ。ここはパスを出した。
セガール君、パスを回す。これはもう大抜きだ。ヤマト君、ここは抜かせません。それどうだ。翼君、ボールは友達、渡しません。カーネギー君、激しいタックル。それスルーパスを狙う。これが本物か。ここで止めた。勇ましい突破だ。それはパスを出した。翼君、ボールは友達、俺を抜いただぞ。翼君、力を込めてシュート。体ごとボールにぶつかっていく。これはボールと相打ちの形になった。イングランド、ここで持ち前のパワフルなサッカーが爆発するのか。全日本、慌てて守備に戻ります。それリーン君、パスを回す。体ごとぶつかっていった。翼君、ボールは友達、渡しません。ヒューカ君、センターラインを越えて攻め込む。邪魔だ。これは5秒だ。ガードナー君、激しいタックル。マサ君、ここは抜かせません。ジョエル君、ボールを狙うも届かない。時計はすでに後半の15分を過ぎています。激闘の決着まで残すところわずか。翼君、ボールは友達、渡しません。これを見ろ。一段のシュートを狙うか。ウィニングショットだ。このシュートにジャンプで反応。ロビンソン君、これはキャッチできない。ガードナー君、パスを出します。カーナビー君、横にかわして突破。ここ敵陣を切り裂く。チャージが決まった。それドリブルでボールを運ぶ。かわして振り切った。これはごぼう抜きだ。ツインシュート。翼君、これはゴールデンコンビが見せる大技。ツインシュートだ。ボールはまだ生きている。は、激しいタックル。は、は、ゴール前に持ち込んだ。上から抜いた。もうこの一撃がゴールを襲う。タイガーショット。真正面からシュートを受け止めた。美咲君、激しいタックル。ここから長い距離のパスを狙う。もうこの一撃がゴールを襲う。これを正面から抑えに行く。ロビンソン君、これはキャッチできない。それここは抜かせません。カズオさん、ロングボールを送る。カズオ君、ゴールを狙う。ロビンソン君、ゴールを守った。パントキック、どこまで運べるか。このパスをカットします。もらったぞ。かわした。このタックルは不発に終わります。止められない。ロングパスだ。ミサキ君、ゴールを狙う。チャージが決まった。はぁ、ガードナー君、激しいタックル。ここはパスを出した。さあ、試合も残りわずか。最後まで熱い展開を期待したいところだ。なんだよ。いけ。もうこのタイガーショット。横飛びで鋭くなる。キーパー反応するも決まった。見たか、これが俺の力だ。頼んだよ。いけ、タイガーショット。イングランド、ここで持ち前のパワフルなサッカーが炸裂するのか。ボールダッシュ成功。ライト君、激しいタックル。体ごとぶつかっていった。もらった。しまった。全日本、この試合に勝利。素晴らしいプレーを見せた選手たちに声援が送られます。
やったやったぜ、ついに初勝利だ。みんなやったぞ、俺たちのサッカーは世界に通用するんだ。努力は報われるってことだ。まだまだ大会本戦までも頑張るぜ。おう、これで本格的にアメリカに殴り込みたい。たった一勝でみんないい気になってやがるな。なんでそうだ、そんなこと言ってお前もにやけてるじゃねえか。うるせえ、元からこの顔なんだよ。美咲くん、フランスで相当腕を上げたんだね。練習の時より試合の動きの方がずっとすごかったよ。翼くんも試合だと一段とスピードが出てたね。だから僕も必死だったよ。俺があれだけ伸び伸びプレーできたのは美咲くんだからさ。ありがとう。でも最初は不安だったんだ。僕が足を引っ張ってチームがダメになるんじゃないかって。けど今はこんないいチームの一員になれたことが嬉しいよ。みんなよくやったぞ。前の試合のチームとはまるで別物だ。松山を中心とした守備陣に翼を中心とした中盤、そして日向を中心とした前線、芯が通ったラインに美咲というサポーターを得たことで全体のバランスがさらに良くなった。それに彼が期待通りの活躍を見せてくれた。やはり彼はこのチームに欠けている最後の1ピースになるかもしれんな。翼、試合前はすまなかった。君たちの実力を軽視していたようだ。我々の慢心を戒めるいい試合だったよ。こちらこそ、サッカーの母国と戦えて嬉しいよ。ヨーロッパサッカーの奥深さを見せてもらったし、すごく有意義な試合だった。そう言ってもらえると嬉しい。お互い本戦でも頑張ろう。ああ。この前は試合途中ではっきりとは分からなかったが、今日一試合を通してみてよく分かった。これが日本の翼大空の力か。どうだシュナイダー、お前が見た日本は。今はまだ俺たちの敵じゃない。だが翼、彼にはチームを変えてしまう力があるようだ。それを見抜いたか、さすがだな。この試合見に来てよかった。日本は俺の野望の前に立ちはだかってくる相手かもしれない。ああ、必ず立ちはだかってみせるさ。みんな、紹介したい選手がいる。入ってきたまえ。お前は？若林君。よう、みんな久しぶりだな。久しぶりどころじゃねえだろ、3年ぶりだぞ。ものすごい久しぶりだぜ。キャプテン、体が大きくなりましたね。もう終結症じゃないんだ。キャプテンはよせよ。ようやく契約問題に決着がついてね。今日からチームに合流することになった。そういうわけだ。よろしく頼むぜみんな。よし、若林が来てくれりゃもう俺たち怖いものはないぜ。ずいぶん浮かれてるじゃないか石崎。何？今までのプレマッチの動画、それと今日の試合、しっかり見させてもらった。はっきり言ってお前たちのプレーはまだまだ世界レベルじゃない。何？若林君、パスもシュートも精度は低いし、ディフェンスはチェックが甘い。それに連携プレーも意思統一ができていない。今日の試合はうまくいったつもりだろうが、初戦はプレマッチだ。本番であの程度のプレーが通用すると思うな。おい、お前は海外のプロクラブでやってるらしいが、
だからって調子に乗るんじゃねえぞ。それ以上の侮辱はわしも黙ってはいられないたい。僕は若林くんが正しいと思うよ。美咲、僕もフランスでそれなりにサッカーを見てきた。世界の選手たちは本番になったらもう一段二段レベルが上がるよ。本場のサッカーを見続けていた二人が言うんだ。きっとそうなんだと俺も思う。ヒューガ君、どこへ？練習に決まってるだろ。今世界のレベルにないならそのレベルまで上がるしかねえんだからな。ヒューガの言う通りだぜ。大会本番までまだ時間はあるんだ。みんなやれるだけのことはやっていこうぜ。おい、世界なんかに負けられるかよ。ああ、どんな練習だってやってやるぜ。立花、ちょっと俺たちも練習してみるたい。ああ、例のあれか。いいな。たけし。あ、そうださ、この前は悪かったな。え、負けたショックが大きくてよ、ついあんなこと言っちまったけど、俺も心を入れ替えるぜ、代表のためにな。ああ、俺ももうあんなことは言わねえ。まあそういうことだ。じゃあな。そうださん、僕はこれから大会参加チームのデータを分析しようと思うんだけど、君はどうするつもり？そうか、確かに一人だからこそ見えてくるものもあるしね。それじゃあ頑張って。もっとへこむかと思ってたんだが、早速練習に出ていくとは、みんな随分とたくましいな。これなら嫌味の言いがいもあるってもんだ。若林君、じゃあわざとあんなことを？ああ、チームが強くなるためだ。憎まれ役くらい喜んでやるさ。だけど間違ったことは言ってない。いくらみんなが実力をつけてきたとはいえ、世界の壁は想像以上だぞ翼。うん、そしてこのチームをまとめるのはやっぱりお前だ。頼んだぞ翼。うん、俺はやるよ。世界一へ俺たちは挑戦するんだ。ああ、やってやろうぜ翼。ところで若林君。うん？久しぶりに勝負がしたいんだ、受けてくれるかい？変わってないな翼も。もちろん俺も望むところさ。ゴールは許さないぜ翼。負けないよ若林君。宿舎入りは俺たちが最後だったよ。それだけの準備を俺たちは重ねてきたということだ。フランスで行われるはずだった国際ジュニアユース大会、それを奪われた屈辱を晴らすためにな。おう！ああ、その通りだ。俺様に任せとけ。目標は全試合ハットトリックだ。守備は俺が引き受けた。一点もやりはしない。俺たちの目標はただの優勝じゃない、全勝しての
完璧な優勝だ。もしもし、父さん。カール、どうした？うん、明日から大会が始まるから、その前にちょっと。そうか、いよいよ開幕なんだな。カールならきっと優勝できる。頑張れよ。ありがとう。それより父さん、家のことで話があるんだ。父さんと母さんが別々に暮らし始めてもう結構経つよね。父さん、もう一度俺と妹のマリーのためにも母さんと話し合ってみてくれないか。俺たちはやっぱり一緒に。そういえばカールはハンブルクからバイエルンのチームに移籍したんだったな。父さん、バイエルンの監督フェルスターは父さんのかつてのライバルだ。彼の下でしっかりサッカーを学んでほしい。カールはもう一人前の男だ。大丈夫さ。大会頑張れよ。父さん、俺はこの大会必ず優勝する。そして世界に証明するんだ、父さんのサッカーが正しいってことを。シュナイダーさん。なんだよお前。なんだ。ちょっといいかな。頼む。
よし。頑張れ。